5番議員の質問を許します。5番村田議員。多項目だったわけですが、丁寧に答えをいただきまして誠にありがとうございました。2回目 の質問ですが、ポイントを絞って、進めさせていただきます。まず、1の括弧の1についてでありますが、目標設定という意味で、合計特殊出生率を上方修正いただきました。で、この中ではどのような議論が行われて、その設定についての根拠があればご示しいただきたいと思います。村田企画政策部長。はい。合計特殊出生率につきましては、これまでも答弁をさせていただいておりますけれども、数値につきまして直近のですね、28年度の実績値が 1.70 ということで、当初設定いたしました29年度の目標値 1.56 を上回っているということでございます。総合計画審議会の委員の皆様からもご意見を頂戴をいたしまして、すでに上回っている指標についてはこの出生率も含めてですね、見直すべきだというご意見がございました。本市といたしましても、今後も子育てしたくなる町日本一を目指すということで、さまざまな取り組みを進めていくこととしておりますので、目標を高く掲げて目標値を修正をしたということでございます。県で信州創生戦略というものがございまして、2025年度平成37年度でありますが、合計特殊出生率を 1.84 と設定をしているところでございます。従いまして、そこまでの経年の伸び率等を勘案をいたしまして、平成32年度の当初 1.60 を 1.76 に、平成35年度最終年度でございますが 1.67 を 1.81 に情報修正したものでございます。5番村田議員。そういう意味で試算というか根拠という意味では、今県の何か数値がございましたけれども、独自に例えば、庄司市のいろんなやってる施策を反映して合計特殊出生率が上がるというようなことは加味されてないということでしょうか。古畑企画政策部長。第2期中期戦略に向けましても、特にプロジェクトの A につきましては、子育て、支援の施策を数多く掲げて戦略的に取り組むこととしております。そうした今後の、取り組みの方向性も含めて情報修正をさせていただいたということでございます。5番村田議員。はい、じゃあまたどこかで改めて教えていただきたいと思います。あまり固く言うつもりはないんですが、本当に戦略レベルかというときに、本当にお話を聞いたとか与えられている資料での、範囲なんですけれども、しつこく目的から手段に下ろす、いわゆるトップダウン型のものの捉え方と、それから、先ほど主な戦略レベルの事業は何かというようなお話でも、やはりこう実務をよく知った方々が知恵を出してこうやってらっしゃるというような状況がよく受け止められます。で、ただし目標が非常に高い場合にどういうアプローチをするかということになると、やっぱりトップダウン型のアプローチも必要になるかと思います。そういう発想ができるかどうかということが重要になります。で、そういう意味でちょっと、お質問したいんですが、総合計画審議会の中には専門部会というのがありまして、大学の先生とシンクタンクの方が入っていらっしゃいます。で、その方々の意見というのはどんなものがあったのかというのを少し教えていただきたいと思います。古畑企画政策部長。はい、総合計画審議会の中に専門部会というのがあるわけでありますけれども、特にですね、指標と、それから市民、企業、NPO 等への期待を、中期戦略の中に最後に掲げておりますけれども、この部分についてご意見を頂戴をいたしました。
で主なものでございますが、まず指標につきましては、活動指標ではなくてですね、成果指標を設定すること、それから施策を構成する主な取り組みについて原則一つの統計指標を設定、それから毎年計測できる指標を設定というようなことで、説明をしてご意見を頂戴伺ったわけでありますけれども、例えば事業数ですとか、研修会に参加した人数などにはどの事業ですとかどういった研修会がその計測対象になるのかという、定義をきちんと定める必要があるというようなご意見、それから例えば稼働のテレワーカー登録者数というものがありますけれども、これにつきましては四条路市独自の基調で、ありまして、大変良い指標であるというような公表もいただきました。それから市民指標につきましては、継続可能なものは、継続した方が良いのではないかというようなご意見でございました。それから市民、企業、NPO 等への期待につきましては、やはり目指す都市像を実現するために行政のみではなくてですね、それぞれの主体に、担っていただきたいことを記載したことを、こちらの方で説明をいたしましたけれども、やはりそれは必要であろうと。ただ企業事業者につきましては、行政の取り組みの直接的な受益者となる事業者というものと、それ以外の一般的な事業者に分けられるので、可能であれば区別した方が良いのではないかというようなご意見を頂戴したところでございます。5番、丸田議員。はい、そういう意味で専門部会の方々が、まず塩尻市の今の状況ですよね、それをまず理解するときに大変な労苦が必要だということと、一般論で話すわけにもいかないものですから、その中に的確なアドバイスをどうするかというようなことがポイントになってくると思います。で、そういう意味でトップダウン型の指示なり発想がやや不足しているという私たちの認識を持っているんです、積み上げてきたというような認識でいるんですが、それをやるためにはどのような今後アプローチをしていったらいいか、ご所見があれば受け止まりたいと思います。古畑企画政策部長。トップダウンといいますか、積み上げは庁内全職員が参加をして行ったわけでありますけれども、見直しの方針の、特に理事の考え方でございますけれども、第一期を検証いたしましてですね、これからの社会経済情勢に、的確に対応できるような戦略を固めていただきたいと、特に例えばですね、地方創生に関する取り組み、地域ブランド、それから官民競争、それから立地適正化計画、森林資源の活用といった要因は第一期と比べて変化してきておりますので、こういった課題に対して的確に対応をしていただきたいというような指示を受けておりましたし、中期戦略と合わせて実施計画、それから予算編成を行ったわけでありますけれども、特に市長からはですね、施策の内容や方向性について、迷ったときにつきましては、子どものためになるかどうかというものを第一義に考えて、検討していただきたいと、そういう指示をいただいたところでございます。